日本の実業家。以下は、16位。君党は、君後党。とんぼ鉛筆創立者である、小川春之助の妻。1895年10月10日、旧東京市芝区に生まれる。1912年、17歳で、小川春之助と結婚。夫の父、小川作太郎は鉛筆を作る職人で、自前の鉛筆工場を持っていた時期もあり。 親族にも鉛筆業者が多かった。1913年夫、春之助が浅草河原町に小川春之助商店を開業。当初は文房具類一式を扱っていたが、次第に鉛筆の製造販売に注力した。トアは会社創業期には経理を手伝う傍ら宣伝広告などを担当した。1935年にはトアの人脈を通じて、 日本劇場にドンチョウをトンボ鉛筆が宿り木を冷めして世間の注目を集めた。株式会社移行後は常務を務めて会社経営を手伝い、夫が亡くなった後は会長となり社長となった息子に会社経営を引き継いだ。夫の死後、執筆した著書影ゲ日記鉛筆と共に50年では本人の人生と不可分だった。 トンボ鉛筆創世記からの50年の歴史を知ることができる。本を書き上げた後、観光直前の1964年5月25日に死去。16位、君後東水法書を追贈された。夫との間に三男四女を設けた。長男の八郎、次男の公平、三男の高は順に社長を務め、長年にわたり同族経営が続いた。ありがとうございます。